暇な空白チャンネル。はい、今週もハンターハンター考察の時間がやってきてしまいました。最高ですね、ハンターハンターは。僕は前回ハルケンブルグの能力をこのように予想しました。今週早速答え合わせが来ましたね。刻印持ち物が一定数いないと発動できない、これは描写で判明してたこと。発動するとターゲットに当てるまで解除できないし、ターゲットに避けられたりして外すと命を落とす。まだ不明ですね。同レベルの防御に特化した念能力、効率が悪すぎるが、でもない限り念や物質での防御を全て貫通する。これは描写で判明してたこと。命中すると刻印持ちの中からランダムで抽選された一人の魂がターゲットに憑依する。正解でしたね。ターゲットが死亡すると憑依していた刻印持ちは元の体に戻る。これも一応正解。ただし戻る時に相手の魂も一緒に戻り、睡眠時は相手に体の主導権を渡すことになるという要素は当てられず、確かに乗り移って死ぬだけだと矢で打って自死が強すぎるので、相手の魂と強制的に共存関係になるという能力は読めませんでした。これ、この能力で、さらに、ハルケンブルグ、ワルサミルコ憑依が、ベンジャミンに憑依したらどうなるの？ベンジャミン、ハルケンブルグ憑依。ワルサミルコは、覚悟の刻印がないので、憑依しないと、ワルサミルコ、ベンジャミン憑依になるのかな？その場合、ワルサミルコは魂が死亡？同居？まあ、15分の1くらいのガチャをまた当てないと、そうはならないんだが。普通に、ベンジャミンは、ハルケンブルグの矢を防げずに、鍛え抜いた体も、集めたベンジャミンバトンも、無駄になって、ハルケンブルグにやられそうかな。継承戦で勝者になりそうなのは、第一王子であるベンジャミンであることは明白。つまり、ベンジャミンを、クリマル・レディソナンスで撃ち抜くことこそが、継承戦で勝利する布石じゃないかと。棺を運ぶ施設兵とバルサ・ミルコを、出迎えたベンジャミンを撃ち抜くのかな。理想は、ベンジャミンの体に、ハルケンブルグが入ることなんだけど、撃ち抜いた相手を再び撃ち抜くようなことは許されるんだろうか？そして、最強の弓である、クリマル・レディソナンスが破れるのはゼリー・ゴニヒで、ゼリーの念能力、バック・トゥ・ザ・フューチャー、加盟に貫通されると思う。バック・トゥ・ザ・フューチャー、加盟って？ベンジャミン・バトンとか映画系の名前多いし、ゼリーの、10秒後の世界を見てから、未来を変えるために過去に戻る能力は、やっぱり、バック・トゥ・ザ・フューチャーかなって。あるいは、レクイエム・フォー・ア・ドリームかな。なるほどですね。クリマル・レディソナンスの、ハスしたらダメというルールが明らかになるのが、大ゼリでゼリにぶっ放した後、ハルケンブルグがやられてるっつ。で、なんかわからんけど、絶になったゼリは無敵で、それを伝えるか教員役に、誰か仲間、ビスケかイズナビあたりがやられながら、絶が神であることを伝え、クラピカは、チェーンジェールをゼリードニヒに放つという。これで、クラピカが相打ちになるかな。今のところ王位継承戦で念能力という新しい情報に対し必死に能力を磨いているゼリードニヒと、王位継承戦そのものを止めたりしようとして念能力に覚醒したハルケンブルグの2人が王位継承戦でも最後の方まで生き残ると思う。将来は頑張ってるけど王位を得た後の能力だからちょっとね。ワブルは最下位の王子だし、本人も赤ん坊ってことで最終盤まで無視されそう。なので、最後に生き残るのはゼリとワブルかな。将来の年中は、生き残れたら最強クラスになって、多分、課金を世界統一に導く可能性があるんだが、能力名は、マネーゲームと見せかけて、ログインボーナスキャンペーンかな。毎日13時らしいし、ゼリードニヒの年中の能力は、3度目の正直といったところか。能力は、ゼリードニヒが、部下にしたいと思った相手に姿を現し警告する。その後、3回ゼリードニヒに嘘をついたら、ゼリードニヒ好みの要望の怪物に改装され、ゼリードニヒへの忠誠心マックスになる、かな。ベンジャミンやハルケンブルグが、能力で部下に頼ってて、カミーラは、死後の念で、なんとかなれと願ってるのに対し、ゼリードニヒは、自分こそが天上天下唯我独尊と考えてるから。年中が部下洗脳するし、ゼリードニヒ自体の念能力は、鍛えてさえいれば、絶対無敵、ただし想定できないチェーンジェールには負けるよ、という。もう一つの可能性として、ワブルの守護霊獣がクラピカを守るとか。ワブルは赤ん坊なので、庇護者を求める本能しかないだろう。そんな赤ちゃんの守護霊獣は、庇護者をリザレクする代わりに、自分への保護本能を操作するとかで。生き返ったクラピカは、やることなくなった残りの人生は、剣王となるワブルに使えるとか。
まあこの全員死にますルートだとセリと相打ちかもしれないけど、死んだ後生き返っても死にますは満たすわけだし、わからないよ。